新緑の季節を迎え、川崎の街にも美しい花たちが咲き誇ります。多摩区にある川崎市フルーツパークを白く染める梨の花。園内では春の風物詩、梨の受粉作業が行われていました。つつじ寺として親しまれている宮前区の東岳院。およそ2000本の色鮮やかなツツジが境内を彩り、毎年訪れる多くの市民の目を楽しませてくれます。生田緑地内バラ園をはじめ、市内にはこれから見ごろを迎える花の名所がたくさんあります。皆さんも花の香りに誘われてお出かけしてみませんか？